まあもうなんかお客さんも多分そうだと思う。いい加減やめませんかっていうのがあったんですけど、逆にこれがしっくりきちゃったせいで、やめるにやめれないっていう、やめませんかっていうのもあったけど、最近はいやこれがいいんだっていう声が多くなってきてますけど、普通のタイやっぱね、継続は力なりってことですよ。何事もコツコツと ね、小さなことからコツコツとクールビズ。まあ僕らある意味クールビズですよ。もうでもごめんなさいね、このブースめちゃめちゃ暑いんで、エネルギーを消費してエアコンをかけさせてもらってやってると汗出てきちゃうから、ね、汗出てくるからね、撮影現場っていうのは大体寒いんですよ、照明で暑いから。よし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 、あー疲れたね、もう疲れた、やる前から疲れた、はい、今日はでもあれなんだよね、今日撮って今日上がりがあるんですよ、今夜上がりが。そうですね、もうまた来週撮影っていうね。そうだよね、3本しかないんだから、また来週撮影なんですよ。来週まずサクッと撮るしかない。ちょっとですね、スケジュール肩のためですね、予備ストック分がないというね。そうそうそう、もう常にもう自転車操業ギリギリでやってますからねパッツンパッツンでやってますからなんで今度ほらボブの新シリーズっていうのが始まりますから、それの方も撮影が昨日やろうと思ってたんですけどね、ちょっといまいち浮かんでこなくて、まあ、昨日の夜ちょっと脚本家の先生と話をしてて、脚本家の先生だいたい決まってきましたんで。うちらはそういうのないですね。あ、デメリューの場合は脚本ないです、ね、特に。開ける、デメリュー、デメちゃんのエアガン&ミリタリーレビュー好評公開中。辛い、するしトレーニング中説明しよう。普段はまるで冴えないスノモブはアイロンを装着することでトスラとして変貌し、やりやりイケイケの超チャラい男に変身してしまうのだ。その能力は解明されていないが、特殊ジャケットを着込み、肩にはボブソールの巨大ラジカセプライヤー、胸元というか腹には木彫りのクマトミーが装着される。そう、彼の名はあのボブである。